英語でのプレゼンテーションは日本人にとって難易度が高いと感じることが多いです。しかしいくつかの重要なポイントを押さえることで効果的なプレゼンテーションを行うことができます。以下に英語でのプレゼンテーションを成功させるための重要な要素を紹介します。まず十分な準備が必要です。プレゼンテーションの内容をしっかりと構成し、スライドや資料を準備します。その上で何度も練習を重ねることが重要です。特に英語での発表に慣れていない場合は発音やフレーズの練習も任せません。プレゼンテーションのメッセージは見解で明瞭であるべきです。複雑な言い回しや専門用語を避け、聞き手が理解しやすい言葉を選びます。スライドもシンプルに保ち、視覚的に分かりやすくすることがポイントです。自信を持って話すことはプレゼンテーションの成功に直接します。緊張していると感じてもしっかりと目線を合わせ、はっきりと話すように心がけましょう。練習を重ねることで自信がつき、本番でも落ち着いて話せるようになります。聞き手との対話を意識することも重要です。質問を投げかけたり、相手の反応を確認しながら進めることで聞き手の関心を引きつけることができます。またシドにユーモアを教えると杖の雰囲気がなにみます。言葉だけでなくボディーランゲージや視覚効果も駆使してメッセージを伝えます。ジェスチャーやアイコンタクトを活用し、視覚的に情報を布教することでより効果的なプレゼンテーションが可能です。プレゼンテーションの最後には地域容態の事件を設けましょう。予想される質問に対する答えを準備しておくとスムーズに対応できます。質問に対しては丁寧に分かりやすく答えるように心がけます。プレゼンテーションが終わった後はフィードバックを求めましょう。同僚や先生からのフィードバックをもとに次回のプレゼンテーションに向けて改善点を見つけることが大切です。英語でのプレゼンテーションは準備と練習が変となります。シンプルで明瞭なメッセージを伝え、自信を持って話すこと、聞き手との対話を意識することが重要です。またボディランゲージャー視覚効果を活用し、速要育種を自由の Under the内容禁止 Mayor City Search So in this anomalia の大事な総理的教育総理的に抑制し、準備しましょう。これらのポイントを押さえることで効果的なプレゼンテーションが可能になります。